たちのビッグデータ関連のサービスを担当している門脇です。 IoT 活用によるライフサイクルシステム支援のサービスを紹介いたします。本サービスではグローバルに点在した機器から稼働データを収集し分析します。そして予防故障診断を実施します。そして売り切り型のビジネスからライフサイクル型のトータルサービス事業への転換を支援します。産業用 IoT M2M 対応通信端末では機器に産業用インターフェースで直接接続してデータを収集します。 M2M 組み込み基盤スイートは通信端末上で動作するミドルウェアで、センサーやデバイスからのデータ収集や一時加工、上位システムからのコマンドを実行します。 M2M サービスプラットフォームでは通信端末から送信されてきたデータを変換しクラウド上に保管します。グローバル e サービス on TWX21 では M2M で収集した情報を画面上で見える化し、予防診断や業務アプリケーションと組み合わせた活用が可能です。それでは小檜山の方からデモンストレーションの説明をさせていただこうと思っております。こちらにありますセットが、今まで説明をしました現場からクラウドまでの、いろいろな装置を模したものでございます。こちらにあるのがセンサーからの、データというものを模擬するものでありまして、ここからはですね、このような波形が出ています。これをこちらの装置でアナログからデジタルに変換して取り込み、さらにイーサネットを通して、こちらの端末から、クラウドの方に携帯、通信網を使ってデータを上げることになっています。ここでクラウドにつなげるときにですね、なぜ携帯網かといいますと、携帯網はですね、結構セキュリティが保たれているんですね。これでイントラと同じような形でデータを上げることができます。取り込んだデータはこのような形で表示することができます。お問い合わせはこちらをご覧ください。ありがとうございました。